女郎宿。中学時代に体験した話をします。私の家は都市から少し離れた町にあり、日本家屋が立ち並ぶ場所にありました。両親は否定しましたが、近所の噂では元女郎宿を改築した家らしいです。改築したとはいえかなり古い家でしたが、その家はちょうどカタカナのコの字をしていて2階建てでした。コの字の空白の部分は中庭になっていて、1階の中庭に沿っている廊下から庭に降りれました。2階も中庭を見渡せるように窓付きの廊下が沿っていました。さて、私は夏休み、この字でいう縦棒の2階にある暗い広い和室で宿題をしていました。ここは涼しくて勉強がはかどるのです。両親は買い物に行き、私は留守番も兼ねてました。朝の9時から1時間くらいしたところでしょうか、私はトイレに行きたくなりました。トイレは1階と2階にあり、どちらもコの字の下の横線の端っこにありました。私は中庭を見渡せる廊下を通って2階のトイレで用を足し、トイレから出ました。その時私は何気なく窓を見ました。そこからは中庭を挟み、コの字の上の横線の端っこにある物置部屋が見えるのです。なんと物置部屋の襖がガタガタ揺れているのです。私は泥棒だと思いました。朝から大胆だなと思いながらも、実際はとても怖くて足がすくんで動けませんでした。私はどうするべきか迷いながらも、泥棒が出てくるところを見て、顔を見てやろうと思い、もう一度トイレに入ってドアを少し閉めて、隙間から正面の物置部屋を覗いていました。その時です。私は一生忘れられない光景を見ました。ガタガタ揺れていた襖がピタリと止まったかと思うと、突然スーッと開いて中から女性が出てきたのです。女性は上半身は裸で、真っ白い肌が印象的でした。下半身は着物みたいなのを巻いていました。髪はボサボサで全体的に毛だるそうでしたが、目だけは血走っていたように思います。私は本当に腰を抜かしてしまいました。どう見てもこの世のものとは思えなかったからです。それに近所の噂になってるこの家は元女郎宿ということも思い出しました。その女幽霊は宙を睨んでいたかと思うと急に歩き出しました。速度はゆっくりでした。じっと見ていると、なんとコの字の廊下を沿って歩いてくるのです。このままではこちら側のトイレに来てしまいます。しかし腰を抜かして動けません。女幽霊は歩いてきました。そしてコの字の縦線の宿題をしていた和室まで来たときに、突然スーッと和室に入りました。私はチャンスだと思い、自分に気合を入れトイレを出て中庭に飛び降りようと決心しました。そんなに高くないし、夜遊びするときはよく飛び降りていたので。そしてドアをそろーっと開けた瞬間でした。女幽霊が和室からすごい勢いで飛び出てきました。そして窓越しに私の姿を見た途端、すごい勢いでこちらに走ってきました。私は殺されると思い、窓を開けて大ジャンプをして飛び降りました。着地に失敗しましたが、構わず玄関に向かいました。女幽霊が2階から降りてくると思ったのです。私は外に飛び出すと、向かいの祖母の家に転がり込みながら、おばあちゃん!おばあちゃん!幽霊が来る!と叫びました。祖母はすごい勢いで来てくれました。私の異常な状態にすぐに気づいてくれたのか、玄関を閉めて私を引きずるように家の中に入れてくれました。
私は今見たことを震えながら話すと、優しい祖母の顔がだんだんと険しくなっていきました。そして台所に行き、塩の壺を持ってくると、私を連れてこの字の家に行きました。祖母はダダッと2階に駆け上がり、物置部屋まで行くと中に向かって、何しよるんや、この子に手出そうとしたんか、この子に手出してみ、私が女子せえへんで、私の前に出てきてみんかい、塩撒いたるわと叫びました。その時部屋の中でガタガタと音がして、すぐに見ました。祖母は、もう大丈夫や、怖かったやろと言って、両親が帰ってくるまで一緒に家にいてくれました。その時に私はいろいろ聞いたんですが、祖母はニコニコしながら、私もようわからんけど、この家はあれやったからなぁ、と言いました。私は、やっぱりこの家は女郎宿だったのか、と思い、それ以上は聞くのをやめて、二人で高校野球を見てました。それから、その家では何も起こりませんでしたが、私が高校に入ると同時に引っ越しをしました。祖母は車椅子生活になりましたが、今でも元気です。怒った顔はあれ以来見ていません。この家は取り壊されました。取り壊すとき、解体業者の人が何人か怪我したみたいです。